デギュイオン公営マニュエルアルマンドヴィニューローデュープレシド、リシュリュー、デギュイオン公爵は、フランス王国の政治家、軍人、貴族である。ルイ・フランソワ・アルマンドヴィニューローデュープレシ公爵、元帥の甥いで、国内最大級の領地を持つ、資産家だった。17歳で軍に入隊、ブリエル隊の大佐となる。オーストリア継承戦争に従軍し、イタリアに派遣されている。 1744年、シャトー・ドーファンの包囲戦で重傷を負う。1746年に捕虜となるが、1748年に陸軍元帥に昇進する。宮廷内ではポンパドゥール夫人、ジャンセニスと、高等法院の三者に対して反対派の立場を取った。1753年にブルターニュ地方総監に任命されるが、現地の住民の同意なく、 新税を課税しようとするなどして衝突したため、認知ではひどく、不人気であった。1764年6月、国王類15世は、地方の同意なしに、新税の課税が禁止されている県を、国王体権を制限するものとして破棄した。翌1765年に、デギュイオン公とブルターニ地方の対立は頂点に達し、デギュイオン公は現地の高等法院を閉鎖し、 独自に有能な法律家を集めて裁判所を創設したが、このことは批判を浴び付しされた。1768年に宮廷に戻り、1770年12月24日に外務卿、ショワズール公の失脚後外務卿に就任し、大法官、モープー、アベテレと共に宮廷における実力者として、ルイ15世の治世末期、国政を指導した。 この三人の体制は、宮廷内では不評で、三党政治と呼ばれ非難されることもあったが、ルイ十五世が死去する1774年まで続き、政治的には安定した状態を作った。ルイ十五世が天然党により、崩御。ルイ十六世が即位すると、デギュイオン公はデューバリー夫人の一派であったため、夫人と対立関係にあった王妃マリーアントワネットに、寄避され辞任した。 フランス革命で国民議会議員となって封建的特権の廃止に賛同したアルマンデジレ、デギュイオン公爵は息子である。ブルターニュでのデギュイオン公の統治については以下を参照。この他、ありがとうございます。